な、ご指摘がございまして、このように、お寺の門前には、用水路のラインを確認するという地点としてもですね、多分おそらく、その、ね、結構歴史とか、本当に、どちらかというと、以来でして、善通寺がテーマですけど、私がお題として出したのは、なぜ善通寺は町としてかっていう。1250年の節目の年ということでですね、歴史の中で最古級、最も古い部類に入るのではないかと言われております。なんで僕は勝手ながら全国の農産物っていうのは非常に美味しいんじゃないかな。こう水がぬかるんでる場所、湿地帯だったんだ、あるいは河原だったのかなというふうに思いますので、人がそんなに住みにくかったと。なので、この手前のところから陸軍は敷地として作った。ちょっと下を覗いていただくと浮いてるのは分かると思います。皆さん最初にですね、長周期地震動という言葉を聞いたことおありだと思うんですが、大体長周期というのがどのくらいかというと、一般的にはですが非常に長いんです。5秒以上、50の層というのは地震に対しては非常に強い働きをしています。で、心柱はもともとは総輪というものを支えるために作られたと言われてますが、結果的には耐震的な役割も果たすし、免震的な役割も果たす。で、あれもエレベーターのところが心柱の役割なんですね。
それを今度科学的にはダンパーという、まあ、大きな力に対してはこう抵抗して、ゆっくりの力に対してはうまく調整できるような、そういう仕組みを全部こう作ってるんです。ですから、すごく強く揺れたときはそのダンパーが働いたりして、その、まあ、634メーターでも倒れないということになります。で、そういうことが昔の人の知恵が今や、その来てるんですね。これに先行した歩道の存在についてお話がありましたけども、それをもう一つ示すことがありまして、これなんです。こちらというのは、過去にあった、存在して先行していたものをですね、使う特徴です。昔はですね、その木材とかでも再利用したりするんですよ。で、これは、ここに丸が見られることを思うんですけど、いわゆる礎石ですね。座席をこれ再利用して、この基壇のところに組み込んでいるという方法になります。心臓的な、動作というのは残っています。というのも、まあ、こんなイメージがあるんですね。もともとですね、夕飯というお坊さんが、五重の塔を建ててですね、理想塔としては、ようなんですけど、その五重の塔が失われてしまったためにですね、後にこの石塔で、その理想塔があるんですよ、ということになります。で、安国寺はですね、2つの長方形。我々がこう想像するような道とはちょっと違うんですよ、ね。これ、例えばあぜ道みたいなね、道、本当に狭い。で、車が通るのも、高速で見たら、本当に車1台通れるか通れないかみたいな道なんですけど、まあそういったところが以前、状態として。実はですね、都市計画の世界で、香川が最も車社会が進んでいるというふうに言われています。で、その原因は一つ何かというと、おそらくショッピングセンター、超巨大ショッピングセンターですね、2万平米以上の店舗面積が、6つぐらいあるんです。善通寺の話だけじゃなく、日本全国で今進んでいるのが、歩行者空間をこう街中に作っていこうと。取り組みです。まあ、まさにそれがそのウォーカブルというその歩ける街づくりをしていくことでその地域の再生を図っていこうという取り組みになります。で、これは本当に今全国的にすごい進んでいるところでして、でそれをじゃあ善通寺でもというところで、ここはですね、善通寺のコミュニティセンターがほとんどです。しかし、ここ以外にもあるんです。これ非軽手術坊。